県三原市の三原駅から広島県秋群、海田町の海田市駅に至る西日本旅客鉄道の鉄道路線である。このうち三原駅公駅間には公募により、瀬戸内さざなみ線という愛称が付けられたが、旅客案内は呉線で統一されている。かつて東洋一の軍港と呼ばれた呉市を経由して、瀬戸内海に沿って三原市と海田町を結んでいる。 運転系統としては、西部区間を走るすべての列車が、広島駅まで乗り入れ、沿線と県との広島市を結ぶ役割を果たしている。内陸を並走する山陽本線のこの区間は、瀬野八と呼ばれる、仙台最大の連続急行バイ区間を挟むため、歴史的には、山陽本線のバイパスとして機能してきた。しかし、山陽新幹線開業による、 優等旅客列車の削減及び沿線の急速な都市化により現在では通勤通学輸送が主体となっており全線単線であるが輸送量が多いことから途中駅のほとんどが行き違い駅となっている戦前、戦中は沿線に軍事施設が多く存在することから要塞地帯に指定され車内で列車の鎧窓を上げるようにするように命じられたり 河原市など沿線に、目隠し用の板塀が設置されていたりする時代もあった。公益開立市駅間は、広島シティネットワークとして、広島市の近郊路線の一つとして扱われている。その一方、瀬戸内さざなみ線の愛称を持つ三原駅、公益間は、観光路線としての側面も持つ。海のすぐ近くまで山が迫る区間も多く、秋み行き先駅た野海駅間では、 車窓から瀬戸内海を眺望できる。歴史的な経緯から山陽本線との間に経路特定区間が設定されている。1978年以降、クレセンを経由する優等列車は消滅しているが、この制度の対象区間である。なお、山陽本線に事故で不通になったり、工事などで線路閉鎖が生じたりした際には、 新大列車が迂回してクレを通ったことがある。また、現在も一部の団体臨時列車などがクレ経由で走っている。全線が広島支社の管轄であり IC 乗車カード移行かの利用可能エリアである。2014年に広島駅を起点とした運転系統のクレとして広島駅公駅間で瀬戸内海沿いを運行しており、 水面に反射する暖かい日差しの色のイメージとして、木のラインカラーが路線記号に Y が選定された。同年10月末の広島駅における先行導入を経て、翌2015年3月14日のダイヤ改正で本格的に導入された。一方、車内掲示等で使われる広島エリアの路線図においては、苦潟駅等もこのカラーで表現されている。 公式サイトの全域路線図についても2016年4月に岡山山陰エリアの路線記号が反映された際に黄色に Y の路線記号の適用区間が新潟駅等も含めたクレ線全区間に拡大された。また岡山市社間内で駅掲示運賃表を路線記号入りに更新した駅でも同様の対応となっているほか同志社間内生誕の糸崎駅では 方面案内で直通先として、クレセンの路線記号が使われている。その一方で、新潟駅三原駅間隔駅の駅刑示時刻表では、路線記号のない山口地区各線同様に、路線記号のアルファベットが入らないカラーのみのシンボルを使用している。なお、日本で一番短いトンネルである、川尻トンネルがある。広域広島駅間の2019年度のラッシュ時の、 混雑率は87%となっている。1935年の全員通以来、戦中、戦後の一時期を除き1978年まで、山陽本線の優等列車の一部や1986年まで、荷物列車の一部が、クレセンを経由していたが、現在は、快速、普通列車のみが運転されている。 三原駅公駅間のほぼすべての列車でワンマン運転が開始された2003年10月1日以降は公駅で運転系統が分かれている朝夕には公駅を列車番号を変えて同駅を越えて直通する列車がある糸崎駅三原駅公駅間公駅広島駅岩国駅秋亀山駅間の運転が多い駅広島駅間には 快速、秋ロライナー及び、通勤ライナーが設定されている。2019年のダイヤ改正以降、ワンマン列車でもすべての駅で、すべてのドアから乗降できるようになっている。開田市駅側では、すべての列車が、山陽本線の広島駅に直通し、一部の列車は、広島駅を越えて、山陽本線には、最長で、徳山駅まで、壁線には、最長で空き、 亀山駅まで乗り入れている。山陽本線については JR 発足後も長らく下関駅まで乗り入れていたが227系の運行が開始された2015年3月14日以降は山口県内の乗り入れ区間が大幅に短縮されている。2015年3月13日までは公益 下関駅間の直通列車が1日1往復運転されていたが、翌14日のダイヤ改正で、岩国駅で、系統分割されたため、クレセンから下関駅までの乗り入れが消滅し、この時点で新山口駅までの乗り入れは、下り広発新山口駅一本のみが残っていたが、この列車も2016年3月26日のダイヤ改正で、徳山駅で、 系統分割され、同改正後の最長の乗り入れ範囲は、徳山駅までとなっている。2021年3月13日現在、大半の列車が、広島シティネットワーク生誕の岩国駅までの乗り入れであり、岩国伊勢と直通するのは、平日夕方の快速、秋ロライナー広発南岩国行き一本、平日朝の広発有域一本、 および全日徳山駅発着の一往復のみとなっている。なお、国鉄時代は、宇品線、岩徳線、岩飛線へ直通する普通列車が運転されていた。時期もあった一方で、壁線への直通列車は存在しなかった。三原駅側では朝と夕方以降の列車が、山陽本線の糸崎駅に乗り入れている。1975年3月10日に有頭列車に、 変わる、快速列車が設定されて以降、岡山駅に直通する列車が設定されていたが、下り列車は2003年9月30日をもって消滅し、上り列車はその後も朝の始発列車のみ、岡山駅として運行されていたが、該当列車も2014年3月14日をもって、福山駅に短縮され、岡山駅までの直通運転が廃止された。その後も、 上りのみ、福山駅まで直通する列車が運行されていたが、2020年3月13日を、もって最後まで残っていた夕方の広島発の快速、秋路ライナー福山駅が、糸崎駅に短縮されて廃止された。なお、平成初期には、岡山駅を越えて、瀬戸駅、万富駅、和景駅に乗り入れる列車もあった。広島駅間では、 快速、アキロライナー、通勤ライナーが運転されている。普通列車との所要時間差は15から20分程度。車両は227系が用いられる。アキロライナーは1999年2月7日から、クレ1000快速列車の愛称として使用されている。2004年10月16日には朝夕に運行される、停車駅の少ない列車が、 通勤ライナーとして分離された。当初は、広島支社発行の無料の時刻表の見相性が、閉記され、全国版の時刻表には、閉記されていなかった。三原駅公駅間では、ほぼ終日にわたり1時間に1本の運転で、朝や、夕夜間には、安浦駅発着の列車もあり、朝の下り1本と夜の上り1本を除いて、ワンマン運転を行っている。また、 公益広島駅間では、日中は1時間に1から2本運転されている。車両は227系電車が使用される。瀬戸内マリンビュー2005年に、広島県の大型観光キャンペーンにより、3月から8月の土曜、休日を中心に、スーパーサルーニュメジで、快速、瀬戸内お散歩号が運転された。その後、 同年10月1日からキハ47型機動車の改造車を使用し、観光列車として、快速、瀬戸内、マリンビューが運転されていた。なお、瀬戸内、マリンビューは、NHK 大河ドラマ、平野清盛の放送に合わせて2012年1月7日から、清盛マリンビューとして運転されていた。 2013年1月14日で、清盛マリンビューとしての運転は終了し、同月19日から、瀬戸内、マリンビューに戻されている。2019年7月に、瀬戸内広島デスティネーションキャンペーンに合わせて、2020年秋に、新たな観光列車の運行を開始すると、JR 西日本が発表し、これに伴い、瀬戸内、 マリンビューは2019年10月から12月の瀬戸内広島デスティネーションキャンペーンプレキャンペーン期間を最後に運転を終了した。通常は広島駅三原駅間の運転のところ瀬戸内広島プレ DC 期間中は広島駅尾道駅間に運転区間が延長された。エトセトラ、瀬戸内マリンビューの車両を改造して 瀬戸内広島デスティネーションキャンペーンに合わせて、2020年10月3日から、金月曜日や祝日に観光列車として、臨時快速、江戸セトラの運行を開始した。大路の広島発尾道行きが、クレセンを経由する。2021年10月2日からは、袋の尾道発広島行きもクレセン経由になる。欧路の江戸セトラでは、事前予約でスイーツ小箱。 瀬戸内の小箱、無農薬で作られたお茶、宮島で焙煎されたコーヒーが販売されている。また、袋のエトセトラでは、1号車にあるバーで瀬戸内のカクテルや、東広島の日本酒といった種類が提供される。そして、オーロ、袋ともに、車内販売があり、主に、ダルマベリーや竹原のカリント、瀬戸内レモンケーキ、アルコール以外にも、 大和ラムネやスマックのクリームソーダにシンプルなシワの天然水を販売している。定期列車はすべて下関総合車両所広島支所に所属する電車で運転されている。前述の通り、クレセンは単線であるため、複線以下に近い機能を発揮する3カ所の行き違い設備を要望のあった新駅2駅と河原石駅を移設して設置することとし、 この結果、ラッシュ時にも、快速運転ができるようになった。2006年夏以降、利用者や、経済界からの所要時間短縮の要望を受けて、呉市による、複線化に向けた調査が行われていたが、2009年8月に、呉海田市間と、新交代秋屋が間の複線化で、約10分の所要時間短縮が可能となり、採算性もあるが、事業費が多額で早期の着工は、 難しいとの調査結果が出された。クレ先級船群と広島と、軍港クレを結ぶ必要から、クレ駅開田市駅間は、間接で1903年に開業している。開業当時は、クレ駅広島駅間に1日6往復、クレ駅開田市駅間に1日3往復の、京急往復が運転された。この区間は、1904年12月1日から、 山陽鉄道に貸し渡され同社が運営したが、1906年12月1日に国有化され、国有鉄道の運営に戻った。三原駅クレ駅間が開業したのは遅く、サンクレ線として、三原駅津波駅間が1930年に開業、全通したのは1935年のことである。全通以後は、軍港としてのクレの重要性から東京直通の、 急行列車が運転された。当線を経由した優等列車としては急行、秋、宮島、七浦、錦色、木々、出島、温度や、寝台特急、秋などが挙げられる。このため、かつては、線路等級こそ乙線であるものの一部に 50kg レールを使うなど高線並みに規格が高く設定されており、戦前は C53 型。 戦後も C59 型や C62 型といった大型の旅客用蒸機機関車が電化まで運用されていた。戦前の1939年には輸送力増強のため海田市し駅クレー機関の伏線化が計画され、1941年3月に着工された。しかし、太平洋戦争中の資材不足から工事が遅れ、輸送力増強は、 省営バス脇線の運行を開始することで変えられ、1945年に、複線化の計画は凍結された。4分の3が完成していたトンネル、路盤は放置されていたが、電化に際して、従来の低規格のトンネルを放棄し、線中に掘削した新トンネルに切り替えられている。買い足し駅公益館1924年。 呉市都市計画図3呉線全通以後1945年、呉市線災害京図国鉄分割民営会後便宜上、海田市側の全列車が乗り入れる山陽本線、海田市駅広島駅間も合わせて記載。なお、山陽本線内にある貨物駅は省略する。駅の乗り場番号は、駅本屋がある方から1番線、2番線、と付けていくのが通例だが、 クレセン内閣駅の乗り場番号の付け方は、駅本屋の場所に関係なく上り本線から1番線、2番線、3番線の順となっている。うちは、三原駅を起点とした営業キロ。広島市秋区、矢野東1丁目から、海田市駅までの約 1.7km において、連続立体交差事業が行われている。事業主体は、広島県で、 試行期間は2019年10月17日から2038年3月31日までの予定。ありがとうございます。